カンバラを聞こう。皆さんこんにちは、アニョンハセヨ、フーカです。今月2曲目に紹介する曲はシン・スンフンさんの나보다조금더높은곳에네가있을뿐、僕より少し高いところに君がいるだけという楽曲です。シン・スンフンさんは番組を始めた年の4月に皇帝シリーズをやった時に紹介したんですけれども、バラードの皇帝、そして1990年代には国民歌手と呼ばれ、数々の受賞歴や伝説的記録を樹立したシンガーソングライターです。1990年に自作曲ミソソゲピッチンクで微笑みの中に映った君という曲でデビューして、デビューアルバムからなんと100万枚を売り上げて、正規アルバムの第1週から10週まで全てゴールデンディスク賞を受賞し、 CD の総売上枚数は1700万枚を超えるというですね、まあ記録だけを聞いてもとんでもない歌手なんですよね。まさに韓国歌謡界のレジェンドでございます。そして全ての正規アルバムのタイトルトラックは作詞作曲をご自身で担当していらっしゃってですね、シンガーソングライターとしても幅広いジャンルの楽曲を制作していらっしゃいます。シン・スンフンさんの楽曲といえば、日本では映画猟奇的な彼女の OST I Believe が一番有名なので、皇帝シリーズの時にはこの曲をカバーして紹介したんですよね。やはり韓国でも日本でも根強い人気がある曲で、 YouTube でもポッドキャストでもとても人気がある回なんですが、実は I Believe は作詞がヤン・ジェソンさん、作曲はキム・ヒョンソクさんなんですね。ちなみにこのお二人はですね、ソン・シギョンさんのデビュー曲僕に来る道レゲオ・ヌンゲルも制作した韓国バラード界の名コンビでもあります。そして I Believe の作詞作曲にはシン・スンフンさんご本人も関わっていたそうなんですけれども、著作権上のクレジットとしてはご本人のお名前は入っていなくて、歌唱を担当したという形になっているんですね。でこれはちょっと余談なんですけれども、 I Believe はなんと当初ソン・シギョンさんに歌ってもらう計画があったそうなんですよ。ただその時期にシギョンさんがあまりに忙しかったために、作曲家のキム・ヒョンソク先生がシン・スンフンさんにお話を持っていたという経緯があったそうなんですね。結果日本でも韓国でも大ヒットしたので、シギョンさんが僕が I Believe を歌ってたらもっと日本に来られたのにとね、悔しそうに語っておられたことがあります。そんな裏話も面白いですよね。私はもちろん I Believe は大好きで、初めて買った韓国歌手の CD がシン・スンフンさんの第8週アルバムだったんですけれど、これも I Believe が収録されていることがきっかけでアルバムを買ったので、非常に思い入れのある楽曲であることは間違いないんですが、実は私がこのアルバムで最も好きだった曲はシン・スンフンさんご本人が作詞作曲したサランゲンドヘアジュースイッタミョン、愛しても別れることができるならというタイトル曲だったんですよね。この曲はバラード曲なんですけど、その他にもアルバムの中にはロックの曲やミドルテンポの優しい曲などですね、いろんなジャンルの楽曲が収録されていて全部好きでしたね。そして当時は2000年代の前半だったので、まだ音楽が CD 中心の時代でしたよね。レンタル CD ショップなんかにも通ってね、最新の楽曲を聴いていた時代でした。で私も若かったので、 CD アルバムは1曲目から順番に聴くべきなんだと、曲順にもアーティストのメッセージが込められてるんだから、シャッフル再生なんかは邪道だみたいな感じでね、イキってたんですよ。まあイキリって言うんですけど関西弁では。まあ、調子に乗ってねそんなことを言ってた時期もあったんですよ。でもこのシン・スンフンさんのアルバムはですね、それぞれの楽曲が独立して素晴らしくて、シャッフルで聴いても曲順で聴いてもね、とても良かった覚えがあります。このように最初はまあ歌手としてのシン・スンフンさんを知っていったんですが、徐々にシン・スンフンさんのシンガーソングライターとしての楽曲の多彩さですとか音楽性の広さに惹かれていったという経緯があります。なので再びシン・スンフンさんの楽曲をカバーするにあたって、今回はご本人が作詞作曲されている曲から選ぼうと決めていたんですね。
名曲は山のようにあるんですけれども、せっかくならリスナーさんもご存知の楽曲がいいなと思って、今回僕より少し高いところに君がいるだけという楽曲を選びました。この曲はチェジウさんが主演されていた倫理の枝という2006年の映画の OST だったんですよね。でこの頃、冬のソナタや天国の階段で日本でチェジウさん大人気だったので、チウ姫主演の映画ということでね、結構日本でも話題になっていたと思います。映画の内容は難病と純愛を絡めた、まあ当時の韓国らしい純愛映画だった記憶がありますね。まあ案の定号泣しながら見たんですけれども、まあ映画の内容よりもですね、実はこの OST の曲のメロディーの美しさに感動して、そちらの方がね最終的には印象に残っております。そして当時この僕より少し高いところに君がいるだけという曲はですね、日本語歌詞のバージョンもあって、まあ、原曲とね両方聴き比べてよく聴いておりました。私がこの曲を知ったのは映画この倫理の枝がきっかけだったんですけれども、実は曲自体は10年前の1996年に発表されているんですね。たまたま映画の内容とよく合ってるので OST に、まあ、時を超えて選ばれたという経緯だったそうなんです。元はシン・スンフンさんの第5週アルバムのタイトルトラックなんですが、この第5週アルバムはシン・スンフンさんのアルバムの中で最も販売数が多かった大ヒットアルバムでですね、なんと247万枚売れたそうですよ。1996年にですね、本当に余裕のダブルミリオンを達成しているということです。しかも全曲の作詞作曲編曲そしてプロデュースをシン・スンフンさんご本人がされたアルバムということで、まあ才能が爆発している一枚でございます。そして本当に最近はありがたい時代でですね、 Apple Music ではもうこのアルバムもサブスク解禁されてますので、まあ、会費を払っている方は無料で聴くことができます。ぜひ皆さんもお聞きになってみてください。さてそれでは今日紹介する曲、僕より少し高いところに君がいるだけの歌詞の内容紹介に入っていきます。まずタイトルからなんとなく想像できるように、少し高いところが表しているのは天国なんですね。この曲のテーマは死別です。シン・スンフンさんが自身のおばあさんとの別れや音楽仲間との死別を経験して書いた楽曲だと言われているんですね。では今日は1番の歌詞を紹介していきます。まず A メロの部分ですね。나다시태어나도僕はまた生まれ変わっても너만을사랑할거야君だけを愛するよ나의전부인너만을僕のすべてである君だけを다시태어나그대가없다면生まれ変わって君がいなかったら또다른세상을기다리며살거야また違う世界を待ちながら生きるよという一回し目ですね。そしてもう一回し同じメロディーラインで A メロがあります。너편히잠들면돼君は安らかに眠ればいい그리고기억하면돼そして覚えていればいい사랑했던내모습愛していた僕の姿を다음세상에우연히만나도来世で偶然に出会っても、그냥스쳐지나가는일이없도록。ただすれ違うことがないようにという歌詞で始まるんですね。死別を経てもなお愛している気持ちが綴られているわけですが、若干トッケビの世界観に近いものを感じるんですよね。ドラマトッケビはこの20年後の2016年の制作だったと思うんですが、来世や生まれ変わりについての感性はずっと共通のものがあるのかもしれないですよね。続いて B メロの歌詞に行けます。다시는볼수없다는걸알고있어二度とは会えないことを分かっている。너의숨결도마지막이란것을君の息遣いも最後だということを。하지만난지금헤매이고있어だけど僕は今さまよっている。넌분명이세상엔없는데君は明らかにこの世界にはいないのに
という B メロなんです。もうこの部分の歌詞が悲しくて、私はいつもこう心がギューッとなってね、涙することが多い部分なんですね。頭では死別を分かっていても、心が追いついていかないという様子が本当によく綴られていると思いますね。続いてサビの歌詞に行きます。けれど以前な울지않아、だけどもう僕は泣かない、나보다조금더높은곳에네가있을뿐、僕より少しだけ高いところに君がいるだけ、더이상슬프지않아、これ以上は悲しくない、습관처럼하늘만볼뿐、習慣のように空を見るだけ、너와남함께있는걸、君と僕は一緒にいるんだ、という歌詞なんですね。悲しいけれども別れを受け入れて、少しでもポジティブな気持ちで生きていこうとする決意が歌われています。この曲はよく私はカラオケでも歌っていたんですけれども、いつも B メロの歌詞が悲しくてですね、もう泣けてきちゃって、サビのウルジアナ泣かないっていうところの歌詞を号泣しながら絶叫するっていうね、なんか矛盾しながら歌っていた楽曲なんですね。では曲を聴いてみてください。シン・スンフンさんの僕より少し高いところに君がいるだけという曲をカバーしました。나울지않아나보다
い、いかがでしたでしょうか。今回のカラオケ音源はピアノ1本で作っています。この曲は比較的簡単なコードで作られているんですよね。コードっていうのはつまり和音の響きのことなんですけれども、様々なコード理論があるもののですね、規制があるわけじゃないので、まあ、最終的にはどうコードを振っても自由で、まあ、個人的には曲の彩りをね決めるようなイメージなんですよね。でこの曲の場合はコードがシンプルだからこそですね、より純朴な純粋な感情が伝わってきて、そこもね素敵だなと思いますね。そしてこの曲タイトルが長いですよね。ナボダチョグムダノプンゴセニガイスルプンっていうの15文字あるんですけれども、以前にユーヒヨル先生を紹介した時にですね、トイフィーとキムヨヌさんの楽曲でデガノエギョってチャンシサラッタヌンゴールというね、僕が君のそばで少しの間生きていたことをという楽曲をカバーしたんですけれども、韓国語がまだちゃんと読めなかった頃はですね、この2曲のタイトルの見分けがつかなくてよく間違えてたんですよね。でどちらも好きな曲でよく聴いてたんですけれども、2大タイトルの長い曲としてですね、このシンスンフンさんの楽曲とトイフィーとキムヨヌさんの楽曲をね認識しておりました。そんな思い出もある楽曲でした。今日 YouTube に歌ってみた動画が上がります。 YouTube の方は韓国語歌詞を動画内に表示しています。その他の外国語字幕は YouTube 字幕でお楽しみください。概要欄の質問箱からメッセージや質問リクエストなどぜひ気軽に送ってください。日本語でも韓国語でも英語でも大丈夫です。ではまた次の放送でお会いしましょう。さようなら。